しないといけないんだけど、とっくに。そう。ハッシュタグ、リガラシ、早か生誕祭、2021でいい。あ、全然、はい、ありがとうございます。そう、こんばんは、こんばんはです。びっくりしました。早かさん、思ってたら配信通知来ました。やだ、運命、それって、なんか、エモいね。なんか、好きな人からいきなり LINE 来るみたいな、好きな人のこと考えてたら。そう。用語がマジむずい。用語がマジむずい。オカルト配信。あ、Thank you so much. 尊いいただきました。ありがとうございます。Thank you so much for the 尊い。ありがとう。ありがとう。ありがとうございます。そう。誕生日がオカルトか。ある意味オカルト配信ですね。1年に1回しかないから、奇跡の日だよね。そう。こんばんみ。イエーイ。イエーイ。こんばんみ。こんばんは。10代最後の、オカルト配信でもあるけど、あ、誕生日の、あー、そっか、10代最後のオカルト配信って何だろう？何するんだ？逆に。え、そう聞くと確かにな。貴重な気がするけど、10代最後のオカルト配信ってなんか需要あるかな？一応じゃあオカルト配信にしとく。ちょっとね、本当にどうしようか悩んでるんですよね。そう。こまごま、フォローしました。1万回目のフォローありがとうございます。まだそこまでじゃないか。100回目のフォローとかな。こまごまこまです。やっぱり、登頂するしか。登頂ね、いいよね。テイクアウトできんのかな？マウンテン、喫茶。喫茶マウンテン。そう、最近ネタがあんまりないんだよな。あんまりないんだよな。連続で出た謎の気球ぐらいしかないんだよな。ネタが。なあ。そう。こまごまこまです。早川先生、祭りですか？そう、お祭りよ。一年に一回のね。グッディーニング、グッディーニング、ハロー。そう、ラストオカルト。ラストオカルト行きましょうか。10代最後。19歳最後のラストオカルト配信。頑張っていきましょう。じゃあね、今日は何の話をしようか。そう、オカルト配信って言ってもね、なんかありました？最近、逆に。なんかね、私は、気球ぐらいしかないな。気球みたいな。ね、あれは多分ね、なんか、まあ、あれは人工物だと思うんだけど、どこに、あそこの謎の気球じゃなくて。速報なくない？なかったっけ？あれ何日か出なかったっけ？なんか一回じゃないよね、確か出たのね。マスクと上着で、オソロですかね？オソロに見えるんだけどね、実はね、全然ね、色違うの。そう、多分この辺の光を切ると、ああ、わかんないね、色違い。わかんないね。全然違うんだけど、色、本当は。ゾゾゾ配信、ワッツ、ゾゾゾ配信、そう。ゾゾゾ、なんかありましたっていう丸投げ。なんかありましたっけ、逆に。メールの返信で、物語を送ってたけど、あ、はい、ありがとうございます。それでもね、いいかも。それ読むのも。あとね、実はツイッターがね、すごくね、助かります。もしよければ、エリア50でやってくださると、メールね、結構ね、埋もれちゃうんですよ。一回読んでも、あれ、どれだったかなって、まあ、あれなんだけど、なんていうの？メタ配信、メタ発言みたいになっちゃうんだけど、ザーって見るとね、全部同じなの。誰からか来てるかわかんないね。開いてみないと。そう、だからね、すごいね、ちょっと、あれかもしんない。遡るのはね、厳しいのよ。そう。名古屋ロフト行ったかーい、まだだーい。そう、全然外に出てないです、私。けなげに自粛してます、最近。そう、どうしよう、行かないとね。でもまだ、あれ確か10月何日までだっけ？なんか、結構やってますよね、見たら。ハッシュタグエリア50、そうそう、ぜひぜひね、体験談とか、ハッシュタグエリア50でね、それ読むのもありかもね。そう、ハッシュタグエリア50っていうのがあるんですよ。エリア50の50は、五十嵐の50で、漢字で。そう。50カウント完了、ありがとうございます。そう。あの気球は、気象観測にあるような形だけど、なんで飛ばしてるのか謎だよね。似たようなのを違う場所で。で、確かにね。あれは、なんか会社とかが飛ばしてんのかな、秘密裏に。本当はね、なんか申請しないといけないみたいな。聞いたことあるけど。ハッシュタグ、調べてみるか。ないかな？ないかな？ないかな？そう。漢字やね。そうなんですよ。50はね、漢字なんです。五十嵐の50で。そう。何かあったら、ハッシュタグ入れましょう。よろしくお願いします。マジマジ。そう。そうね。ああ、そうそう。特にね、体験談とかはないかな。こっちには。メールの方には。あれとして。メールでもね、どうしよう。すごい時間かかっちゃうね、あれ。おー、もう一回開いて、ちょっとスクショ取っとくのが一番いいね。スクショね、結構取るんですけど。うん。
ロフト名古屋のリツイートしかしてない そうね、これね、リツイートね、見ました。はい。ありがとうございます。こんばんは、こんばんは、グッディーン。そう。頑張ってください。ありがとうございます。はい。もう頑張ります、絶賛。研究生、五十嵐さやか、10期の戸籍じゃない、化石、頑張ります。かわいい、リアン、ありがとうございます。そんな、マスク美人ですね。そう、今日はね、眉毛しか描いてないから。そう、ツイートしてみた。ありがとうございます。ツイートしてみた？なんか、あ、早川先生見てる？ ツイート見ました。見てます。ちゃっかり見てます。こんばんは、こんばんはです。メガネ先生、そう、今日はね、メガネ、別にメガネなくてもいいんですけど、メガネあった方が見やすいので。こんばんは、こんばんはです。そう、昨日マックのあの子とろい月見を食べて激うまだった。今まで食べてなかったのが損してた。あ、そうなの？なんかしつこいかなと思って、チーズ月見しか私食べなかったんですけど。そう、もうすぐ誕生日やん。そうなんですよ。1週間後誕生日でどうしよう。ね、なんかね、オカルト配信でも今日はしよっか。そう、誕生日何しようかって本当に迷ってたんだけど。拷問器具博物館の場所は分かった。場所？拷問器具博物館の場所調べてないな。ちょっと調べてみるね。ね、いろいろな博物館があるけど。あ、やば、これ、普通のシークレットタブじゃないやつで調べちゃった。こういうね、ものを調べるときはね、いつもシークレットタブを使います、私は。あのね、友達の前でこう、携帯開いたとき恥ずかしいでしょ？ 履歴に拷問器具博物館って書いてあったら、すごいね、恥ずかしいから、オカルト系とかはね、全部シークレットタブです、私。拷問器具博物館はですね、あれ、ドイツ？ん？違うな。明治大学博物館。あ、明治大学ですね。消さないと。いやー、ズボラだから消さないんですよ、私。あるある。そう、恥ずかしいというより、やべえやつやな。そうそう。恥ずかしい、恥ずかしい。えへへ、拷問器具とかね、隠さないとね、そういう趣味やね。そう。あと、そう、明治大学のところと、ドイツ？ドイツ違うな。でも、ドイツだね。と、ドイツ違うな。明治大学です。はい。明治大学はどこにあるんですか？そう、こんばんは、こんばんはです。てへぺろじゃ済まされないね。本当にね、ちょっとね、やべ、やっちまったってなるから。そう。まだね、10期の前だとね、ネタになるけどね、普通の可愛い女の子の前とかでね、それバレたらやばいからね。そう。いや、これ違うんだよ。オカルトが好きで、たまたまそういう、ね、拷問器具とか、なんか、ネタになるかなと思って調べただけなんだよって説明しても、向こうから冷ややかな目で見られますので。そう。明大は名古屋、明大は東京。ああ、そうだね。そう。明治大学と名古屋大学の略すとね、同じになっちゃうね、明大で。そっちの明大は、あれなんだ。東京にあるんだ。なるほどね。一番えぐい。ああ、結構あるね。そう。結構あるって、このね、内容がね、すごい今、なんか、ザーって出てきたんだけど。まあ、佐藤さんなら分かってくれそう。でも、先輩は、あれだから、ホラー映画だから。先輩が好きなのは、リアルとホラーってちょっと、段階が違うというか、ね。今いけないね。今いけないですね、残念ながら。あ、今閉まってるのかな？というより。閉まってるかもしれないね。うわー、すごい、いっぱいある。わーいって感じだね。こんばんは、こんばんはです。そう、握手会で爪を剥がれます。あー、やだ。怖い、怖い、怖い。でも、黒い系苦手なんですよ、私。だから、血、ブシャーみたいな。そういうの苦手ですね。なんて言うんだろう。そう、だから、ホラー映画の黒いやつとか意外と苦手。ハッシュタグつけてツイートしてみたよ。ありがとうございます。そう。ツイートしてみた？そう。スプラッタっていうの、そう。そういうのね、実は苦手っていう。意外でしょ？意外でしょ？私ね、オカルト系好きなんだけど、でも、どちらかというと、こう、陰謀論とかそっち系、ね、好きだったりします。どうかな？あ、UFO。UFO ね。UFO もね、いいよね。皆さん、UFO、あれですよ、実はね、こういうの結構好きな方は知ってると思うけど、もう UFO って、あれなんですよ。私がいるってずっと言ってる理由は、あれなのよ。
もう正式にね、アメリカに認められてるからなの、UFO がいましたってそう。信じない人多いんだけど、本当に認められたから、近年。まずは、海軍。アメリカの海軍の人が撮った映像がね、流れちゃって、で、これ、流れてるのにね、何も言わないってことにいかなくてね、そう、認めたのよ。あ、これは確かに海軍が撮った映像ですって。そう、円盤のね、球体がこう、ふよ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 、流れてる映像とかがね、出ちゃったんだけど、家に。そう。なんで出ちゃったんだっけな、誰か漏らしたのかな、そう。認めて、あ、これそうですって。そう。流れちゃった。なんかね、確かね、そう、ペンタゴンが認めてね、そうそうそう。で、宇宙飛行物体とは一言も言ってないのよ。ただ確かに、そういうね、未確認の、例えばその、許可とか全くいただいてない物体が、そういう物体が、ずっと発見され続けてるよ。人間の感覚は適当なもので、そうなの？ ヒュってなる、ヒュって。逆バンジーない、逆バンジーって何？登るってこと？登山？そう。なんで顔、オカルトからバンジーに？そうよ、オカルト配信なのよ、今日は。オカルト、全然オカルトじゃないじゃない。そう、3万円で、3万円か、5万じゃなかった、3万ならちょっと考えるけどな。そう。なあ、そっか。岐阜ね、岐阜ですね。そう、よかった、岐阜。合ってたね、岐阜。岐阜バンジーが日本一らしいぞ。行きたいなあ。SKE の企画で連れてきてくれないなあ。可愛いと思って見てます。そうそう、思うのが大事だから、そういうのは。思えば、それは、本当になるの。わかる？わかんないね。あなたがそう思えばね、それは事実だから。そう、ありがとうございます。今日も思っててください。可愛いって、そう。企画で行きたいなぁ。ただで飛びたいなぁ。日本一ただで飛びたい。そう。ブックマーク見たら、ギスモードジャパンって UFO の記事あった。UFO の記事、あ、そういえば、さっきご紹介させていただいたものがあるわ。そう。UFO の記事ね。これは、どこのカメラで撮られたんだ？スマホ手軽で世界中。あー、Google マップのね。UFO、これね、なるほどね、Google マップで、こう見ると、南極大陸に、南極大陸の一部の部分をズームアップすると、なんか円盤が見えてるぞってことでね。これは確かに怪しいですね、Google マップ。なんだろうね、この円盤は。そう、こういうやつだね。そう。いきなりまたオカルト配信に戻るの？って感じだけど。なるほどね。確かにこれは興味深いですわね。あ、実際に Google マップで見させてくれるんだ。ちょっと押してみよう。Google マップ。ああ、いや、これは、UFO の円盤じゃん。これね、Google マップなんです、ちなみにね。こうなってるでしょ。で、これを、ズームさせたら、なんかあるよ、みたいな。でも、どちらかというとさ、これさ、これね、これ、こ、これ、これよ、これ。これ、穴に見える。なんだよ。ちょっとでかすぎない？こういう状態から。ああ、確かになんかちゃんと円盤ですね。お分かりいただけただろうか。巨大なテントかもね。確かにテントとか、なんかさ、向きがさ、こういうもん？なんだろうね。確かに気になりますね、これは。そう。早川さんもでかすぎます。私は身長158センチです。平均、至って平均。そう。地球空洞説的なの。あ、ね。そう。穴に見えるよね、これ。でも立体か、影があるか、これは。なんだ、ただの秘密基地か。お子様が作る秘密基地にしてはスケールがでかすぎますね。そう。もう一個ハッシュタグつけてツイートしてて、ありがとうございます。ちょっと見てみますね。そう。あ、はい。はい。こんばんはです。地球、あ、地底、あ、都市、
アガルタから UFO 来てたりして、地底都市アガルタ、アガルタって聞いたことないね。地底ね。でも私、地底はね、あんまりね、信じてないかもしれない。なんかね、いろんな話ありますよ。こう、あるパイロットの方が、報告が、これがリアルなんだけど、あるパイロットの方がね、ブーンって飛んでて、南極あたりで、いきなり雲がポワーって、飛行機を覆いかぶって、もう何も周り見えないってなって、雲が晴れたら、なんか下がいきなりジャングルになってたみたいな。で、ちゃんと、あれで無線で報告してんのよ。ジャングルが見えますって言って。で、下にマンモスらしい、なんか動物もいますって言って、その人がね、撮った写真があるのよ。パイロットの方がね、撮った写真が。そういう噂までね、だから南極で、なんかそっから、地底につながる、なんかどこかに吸い込まれて、そのパイロットの人は地底を見たんじゃないかみたいなね、噂はありますよね。うん、それなんて言うんだっけ？地底マンモス、写真で出てこない？地底マンモス、マンモス、写真。でね、割とね、だいたいそういう写真ってボケてるのが多いの。なんでボケてるのって感じだけど、それはね、ボケてないから、バードショ、あ、証拠。どれだっけ？この写真？この写真だね。これですね、この写真。この写真が南極で撮られた、南極北陸？南極でね、撮られた。南極じゃないよね、これ絶対っていう写真で。あと、これね、これ、マンモス、もう一枚やって、この写真が撮影されて、これマンモスじゃん、みたいな。ここ。で、それが1900、結構で、ね、昔なの。だからね、あんまり CG とかないはずなんだけど、これマンモスだよね、みたいな、話です。そういうのがあるよね。南極、北陸、南極だったっけ？北陸だっけ？あれ？南極だった気がするよ。南極の上だった気がするけどな。地底世界アガルタ、巨人やマンモスと言われる写真。そう。バード海軍将校。南極じゃなかったっけ？ちょっと待ってね。そう。南極に入り口があるっていうね、地底世界の。そう。マジか。北陸はなくない？北陸はないね。北極。南極。そう。北極は海だからね。そうね。私、それ13歳の頃、英語の授業で初めて知りました。ノース、ノー、北陸は陸ないから溶けちゃうのっていう先生に習って初めて知って、嘘、溶けちゃうの？北極って。そう。南極大陸ね。南極大陸です。そう、南極大陸。あと、巨人は信じてない。でも、確かにマンモスね、なんかね、ありえなくもないよね。南極大陸。でも、どうなんだろう、地底の世界ってさ、海水？海の世界はすごい広いけど、地底の世界ってさ、物理的に暑かったりするしさ、ちょっと無理があるんじゃない？なんか、どちらかというと、異空間につながってるんじゃないかなって思うけどね。そう、もしあるとしても。そう。北陸大陸来たー！ 北陸じゃないです。すいません。北極ですね。はい、こんばんは、こんばんです。アトランティスは夢がある。アトランティスね。アトランティスってなんだっけ？ 待って。アトランティスってあれですよね。ちょっと待ってね。アトランティスね。アトランティスサーモンじゃなくて？アトランティス、海底に沈んだ大陸ね。アトラン、あのー、あれよね。二つあったっていう、あれよね。ムー大陸とアトランティスでね。そう。あったっていうやつで。で、アトランティスとムー大陸でね、戦争があったって、サイバー戦争があったっていうね、噂もあって。それで、まあ、アトランティスは滅んだよっていうことは言われてますね。そう。レプティリアンが、レムーリアと暮らした場所。そう、レプティリアンっていうのはね、何かっていうと、ヘビ、半分ヘビの人間で、そう、ヘビで、説明が下手だな。ヘビがベースの生き物で、
私たちのようにね、擬態できるんだけど、私たちのような姿に。そう、だから、私たちの中にも、もしかしたらね、レプティリアンの人いるよっていうのはよく言われてるけど、レプティリアンの特徴は、一応、あんまあれだけど、そう、奴隷として作られた種族なんですよね、神様に。そう、人間は、そのまま神様の姿をしたような、ものを作ったら人間というの。で、それで、人間使うかってなったんだけど、いやいや、なんか人間そんな使えないなってなって、奴隷として作ったのがレプティリアン。レプティリアンっていう、そう、これ、なんとか、な型人間。そう、あのね。だから、アダムとイブのストーリーに出てくるヘビ、いるじゃない？で、ヘビが、アダムとイブにリンゴを食べるように、促すんだけど、それは、ヘビはレプティリアンで、レプティリアン、人間と違って奴隷として生きてるから、そう、なんでお前らそんな幸せそうにしてんのって言って、私たちをね、騙して、嫉妬でね、騙したよっていう、そういうつながりがあるよっていう、あれなんだけど、話なんだけど、知恵の実、そう。あれはレプティリアンが促したよっていう。で、レプティリアンね、私たちと違うのが、まず寿命が明らかに違うの。だからその分ね、私たちのようにね、80年とかで死ねないから、すごい長い間、奴隷として扱われてたっていう。エヴァのジェールのマークがそんな感じだったね。そう。ああ、そういえば、早川先生は、神話関係は興味あるのかな？ああ、ありますよ。結構あります。用語はね、本当に難しいから、あれとかそういう単語になっちゃうんだけど、解説するのが、あれがあれでこうでってなっちゃうんだけどね。難しいし。そう、好きだからね、YouTube で見たりはね、するのよ。そう、ロッテリアじゃないです。はい。300歳とかだった、300歳とかだったね、確かね。すごい長いのよ、レプティリアンは。そう。喉仏がアダムのなんちゃらって言ったっけ？喉仏はアダムスアップって言いますね。アダムのリンゴっていうね。でもリンゴを食べなかったらなんとかで話し合ってたね。なんとかで話し合ってた。星になっちゃってるな。アストラですね。アストラってなんだっけ？やばい。用語が難しいな。オカルトかやね、用語が難しいんじゃ。そう、急にカクカクしだした。嘘、光頑張って。光リンゴのシーン。そう。いろんな神話が繋がってるの、ロマンがあって楽しい。それな、結局、私たちが見ている神様は同じなんだって思いたいよね。アポペンですか？アポペン？盗聴されてるんじゃない？盗聴されてるのかな？ね、私のヒゲ。だから速度遅くなったりするみたいな。もっと光を、私たちに光をください。そう。リンゴかじると歯茎から何とかが出ませんが、血かな？血が出ませんか？リンゴかじると歯茎から血。私はまだ出ないですね、歳的にも。私は歯槽膿漏じゃないから。そう。アストラはレオの弟です。だっけ？そう。なんか、すごい。難しいよね。その辺のね、名前がね、苦手です、私。仏教でもインド神話と繋がってたり、他の神話の神と同一視されてたりね、するよね、本当に。本当に私はね、どちらかというとね、そういうのを信じる派だな。神様の話ってね、すごい面白いよね、でも本当に。もっと光をついでに前に神を。どこに共通点があるんじゃ、そこに。そう。ウルトラマン、レオ、ウルトラマン。ウルトラマン、レオ。ウルトラマン、レオは違う。光代払ってください。払ってると思うよ、私。まだ1ヶ月経ってないしね、光来てからね。ヤマタノオロチの話も海外にいっぱい。ああ、ヤマタノオロチとかね。あと、ニギハヤミコ、ああ、なんだっけ。ミギハヤミ、ミギハヤミ。とかね。いろんな話があるよね。そう。名前が苦手なんですよ、私。そう。北欧神話とかって結構ドロドロでね、すごいよね。神様たちね、変な話ね、すごい、すごいみんな、あれだよね。なんていうの？お股が緩いと言いますか。すごい神様たち、その辺の話のね、神様たちは。めちゃめちゃ、すごいけど、ドロドロだけど、ヒルドラよりドロドロみたいな、そう、話がいっぱいあるけどね。びっくりするね、あれは。だね、すごい、
もう、家族で、ね、すごいドロドロみたいな話もあるね。うん。そう、北欧神話、そう、北欧神話ですごい、ね、大胆だよね。神様たちが人間のように争ってる。そう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 。本当に、本当に神様なんて、神様って、結構あるんだねって、私たちが想像する神様じゃないんですよ。大体そういう神話の神様っていうのは、そう、嫉妬したりもするし、本当に、すごい、全然嫉妬で殺したりするし、簡単に。嫉妬からね、我が子をね、殺めてしまったりとか、我が子と結婚したりとか、そう、だから スクールデイズの誠かなみたいな、伊藤誠かなみたいな。そんぐらいだけどね、みんな。うん。神様だって人間だ。違うんだ。神様人間なのか、そうなのかな。笑いすぎたらいいし。ゼウスもね、すごいね。ゼウスもね。その辺ね、調べてみるとね、皆さん面白いです。とてもじゃないけどね、いくらなんでも私の配信だとしてもね、言えないような話がいっぱいあります。神様の話。うん。スクールメイツ、そう、スクールメイツ。タイタンの戦いとか映画になってるよね。タイタンの戦い、知らないな。神様っていうのは存在だけで、存在自体は自由。そうそう。なんて書いてあるんだ。なんとかな存在。そうだよね。だって作ったから、私たちにとっては神様だけど、神様たちからしたら別に、あなたたちを作った製造者ってだけですって感じだからね。そんな、崇める、祀るほどのものでもないかもしれない。もしかしたらね。そう。でも、一応私たちの親であるから、ね、美化されてるけど、神話ですし、いいんじゃないですか？ 確かにね、でも私ね、神話系ね、すごいね、ごちゃごちゃしててね、あんまり覚えてないの。ちらっと聞いたりはするんだけどね、例えばレプティリアン作ったのは、兄弟でね、どちらかがレプティリアン作って、どちらかが人間を作ったんで、そういうのは覚えてるんだけど、うん。古代エジプトとか中世の、パプスプルク家の家系図もすごいね、すごいよね、スクールですよね。スクールデイズみんな知らない？最低最悪のアニメなんだけど、スクールデイズっていう。私も見たことはないけど、ツイッターでよく見るみたいな。そうそうそう。ガラシャイカ、女神様、語ります。私は女神なんぞじゃないですけど、そう。縁起と縁離。そう、縁起と縁離で、そうそうそう、縁起と縁離ですよ。うん。レオが、前が、太郎とか。すごい。なんだ、わかんないな。覚えてないな。そう、すまない、雑なネタフリして。何？どうした？何が？どうした？そう。スクイズだっけ？スクイズって何でしたっけ？スクイズ。スクールデイズの略かな？そう。人は神に似てると、いろんな神様が言ってるね。そうね。それはみんな言ってるね。結構共通だね。そう。レオ様とアストラ。レオ様とアストラね。うん。なんだっけ？でも。やばい。思い出せないな。思い出せない。すごい、神話すごい大変なんよ。ね。あの辺は。ウルトラマンですね、太郎。そういうこと。ウルトラマン、ごめんなさい。私、セブンしか見てないんですよ。セブン好きで、セブンは昔、すごい見てたんですけど、小さい頃。セブン、セブン、セブン。そう。あの時期は、なんとかの多いアニメが多かったな。なんとかってなんだろう。そうなんだ。そういうアニメが多かったのね。スクリデーズみたいな。太郎の息子って、コタロウだったよね。それ、ウルトラマンの話？ね、もしかして。思い出さなくていい。なんでよ、私好きなのに、そういう話。そう。ラーマ、ヤナ、ラーマヤナね。なんだっけね。ちょっと名前がね、疎いな、私。そう。これ、こういうことがあってならわかる。そう。セブンは闇が深い。そうなの？セブン闇深いの？そう。セブンしかというのもなかなかだな。そうなの？そう、ウルトラマンめっちゃ好きでね、クリスマスプレゼントはウルトラマンの人形が欲しいですって頼んだ時もありましたね。見事フィギュアが届きました。そう。セブンの、ノルマントの使者は名作。ノルマントの使者、へえ。覚えてないな、でもそれはさすがに。そう。頭のエラが取れるやつ。エラって言わないでください、エラって。話がごっちゃに、すごいごっちゃになってるね、今。神話とウルトラマンだからね。セブンは名前に唯一漫画つかないウルトラマン。みんなセブンの話の方が盛り上がるね。神様の話よりね。神様なんてよ、ほっとけーみたいな感じだよね、みんな。そうだよね。ウルトラマンの方がね、面白いね。確かにね。うん。
なんとかの場所を特定できないのは何かあるのか。なんて場所だろう。なんとか大国。なんて読むんだろう。すごい気になるな、その話。誕生日プレゼントにセブンが大量に 誕生日プレゼントね。あとね、中古車を買った時にね、ウルトラマンのね、ぬいぐるみが、後部座席からね、4体ぐらい出てきたっていうのはね、いい思い出ですね。そう。嬉しかった。めっちゃでかいの。しかも、こんぐらいでかい人形が4体とか出てきて、後部座席のさ、パカってやると、コップ立てれるスタンドが、こう、出てくるよね。なんかあったんだけど、後部座席の2人の間、人間2人が座れる間から出てくる。そう。どんな情報？ とりあえずエンディングでセブン歌いますけど、エンディングでセブン歌うの？セブン、セブン、セブンって。そう、怖い。怖い？なんで？すごいそれで遊んでて、やったぜって思って。ラッキーだなって思ってた。UFO のキャッチャー、UFO キャッチャーかな？ そう、ウルトラマンセブンのフォーク発信も、結構凝ってますね。すごいみんな、ウルトラマン見てるね。結構、あれ、好きな方いらっしゃいますね、ウルトラマン。それ誰か住んでてもわからないや。いや、本当に、すごい出てきた。どんだけ出てくる？みたいな。そう、確かに誰か住んでたかも。アリエッティとかね、住んでたかもしれない。使用済みウルトラマン。いや、で、使用済みウルトラマンって言わないでください。確かに使用済みだったかもしれないけど、車も使用済みだったかもしれないけど、それでも私は愛してた。そのウルトラマンたちを。筋肉マンが好きです。筋肉マンね。筋肉マンもね、いいよね。私見たことないけど、すごい、私のお父さんとかも好きでしたね。ウルトラセブンが好き。ウルトラセブンが一番いいよ。結局は。こうやってさ、シュワッチって、いつもメガネやってたね。アイスラッガー外してなくて、外してなくすやつ。アイスラッガー、ここの部分？そう。セブンの最終回で流れた、シューマンのピアノ協奏曲。なんとか素晴らしいですよ。そうなんだ。最終回で流れた曲があるんだね。リバリティ式。へえ、そういうのあるんだ。毎回違うの？音楽が。そう。マサポムさんが生き生きしてる。ウルトラマン80はダメですか？ 生き生きしてるね。いやー、セブンしか見なかったな。80ってなんだ？ 80 なんてあるのか？そう。古い方のセブンか。あ、そうなの？古い方のセブンなの？私が幼稚園生の頃かな？ハゲセブン？ハゲセブンって言わないで、何ハゲセブンって。ね、セブンはシュワッチではない。シュワッチではない、なんだっけね、セブンって。もうすごい見てたのに忘れちゃったな。帰ってきたウルトラマン。怪獣使いと少年も名作。ウルトラマンか。いいな。見てみようかな。そう、ウルトラマン。ウルトラマンね。仮面ライダーとかも好きだったね。小学校5年生か6年生まで見てたな、仮面ライダーは。80、80かな。80って読むなら。80ってね。ウルトラマン80。なんか、年みたいだね。1980年作品。あ、そういうことね。80ね。そういう80だったね。ウルトラ兄弟やたらいるよね。ああ、ウルトラ兄弟もね、聞くね。セブンの息子のゼロもいい。あ、息子なんだ、ゼロってセブンの。すごい、すごい外れちゃってるけど大丈夫？オカルト配信から。大丈夫かな？嘘？もうこんな時間？もう50分だよ、みんな。嘘？まだ15分とかしか経ってないかと思ってた。嘘？じゃあ、ウルトラマンってアニメが。ああ。アニメか。アニメじゃなくて、私、実写の、あれが好きだな、ウルトラマンの。あれが、あの感じが。結局、私、プリキュアも好きじゃなかったし、アニメ、もともとアニメよりね、実写が好きだったんですよ。そう。あの感じが、すごい好きで。そう。長谷川さんが80に変身した。80に変身があるんだ。ウルトラマン、コスモスの言う。中止な名前、なになにそれ。ショパン？ショパン？アンドロ、なんかすごいわかんない。すごいわかんない名前が飛び交ってるな。話が飛びすぎ。あ、ハゲセブンってのはアイスラッカー武器になる。あ、これね、外した状態。あ、そういうことね。あれを外した状態、ハゲセブンっていうのね。集団睡眠中。特撮、いいよね。いいよね、特撮ね。好きでした、本当に。最近あんま見てないけど、いいなと思う。また、仮面ライダーとか、
見たいなって思うけど、最近の仮面ライダーはどうなんだろう、みんな。私、宇宙キターまでしか見てないからさ。そう。仮面ライダー、ショパン。仮面ライダー、ショパンも聞くけど、いいね。お父さんとかお母さんが好きでしたね、仮面ライダー。宇宙刑事だから、エイリアン取り締まってるのかな、宇宙刑事は。そうかもしれないね。そう。機械だーも新鮮でしたね。すごい。ウルトラマンか仮面ライダーかわかんないな。仮面ライダー希望。仮面ライダーじゃ見よっかな、私。すごい好きだった。レンジャーも好きだったけどね。あれが一番好きでした、レンジャーは。真剣じゃ。で、仮面ライダーは、私が一番好きだったのは、印象深いのはやっぱかぶとですよね。印象深いのかぶとだけど、牙もおしゃれだったね。で、どれが一番好きだったんだろう、仮面ライダーは。カードのやつ、フォーゼだっけ？違う、フォーゼは宇宙来たか。カードのやつはね、全然わかんなかったな。半年間で終わっちゃったやつだっけ？あの、カード。そう、あと、どれが一番好きだっただろう、仮面ライダーは。めっちゃ、あ、あれかな？やっぱり、桃太郎とかの、やばい、いきなり思い出せなくなっちゃった。桃太郎、電車に乗るやつ。電王です、電王。そう、電王よ。電王ね。電王いいよね。あれ、すごいね。もう、電王いいよね。そう、カードのディケイドのね、ちょっと難しすぎたね、子供にはね、私にはね。そう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 。わしゃ、オーレンジャーの、佐藤さん？オーレンジャーか。レンジャーもね、私も好きだったの。でも、やっぱ結局最後まで見てたのは仮面ライダーだったけど。そう。レンジャーもね、武器とか結構持ってました。私、あと仮面とかね、子供ながらに、ね、グッズはね、持ってましたね。買ってもらってて。おもちゃ箱の中はほぼ男の子だったね。私の場合は。その後、リカちゃんとかね、みんなにより一足遅れて買ってみたりしたけど、結局飽きちゃったよね。あれ持ってた。銃から剣に変わる。カシャンカシャンって変わるやつがあってね。それはレンジャーかな。電王の人撃つと、星になっちゃう。なんで電王の人撃つと星になっちゃうの？なんで？なんで？秩父時代。そう、秩父時代。そう、ライダーベルトめっちゃ買った。ライダーベルトはね、実はね、ライダーベルト、あれ持ってたことあったっけ？確かあった気がするけどな。プリキュアには行かなかったが、プリキュアね、何回か、早起き間違ってしちゃった時だっけ？それ、見てた時あったけど、いや、見てなかったな。なんかね、つまんねえなーって思ってた。なんで、まずね、私の小さい頃の疑問だったんだけど、ちら、こんばんは。そう。なんでさ、戦闘ってなるとさ、わざわざ、絶対制服の方が戦いやすかったじゃんっていうさ、制服よりもさ、戦いづらい格好になるのって。そう、仮面ライダーとかわかんない。めっちゃ防護、絶対強いじゃん、あんな服。そう、あんな装備。でもプリキュアってさ、いちいち髪の毛がさ、長くなるじゃん。絶対短い方が戦闘強いでしょとか、いちいちさ、ローファーからさ、ヒールになるじゃない。そう、それがね、気に食わなかったの。合理性に欠けてたの。小さい頃の私から、なぜか、なんかおっしゃってるけど、小さい頃の私が合理性に欠けてたんですよ。そう。だから好きじゃなかったかな。魔法少女は顔出ししてもバレない。そう、バレない、バレない、絶対。髪の毛の色、ボワーン変わるもんね。そう。そう、いちいち。そう、いちいち変わるからね。好きじゃなかったね。佐藤健って言ってて星になる。なんでだろう。なんででしょうね、佐藤さんの。そう。よいしょ。友情、現実的だったね。そう、それはね、本当にバンダイの提供です。 この配信はバンダイがお送りしております。あれだね、誕生日ケーキとかもね、買ったことあるね。レンジャーか、仮面ライダー、どっちかのね、ケーキとかよく買ってたね。だから、ケーキあるじゃない。プリキュアのケーキと、仮面ライダーのケーキがあるじゃない。めっちゃ仮面ライダーのケーキ買って、上の人形が欲しくてね、誕生日それにしてもらったりしてた。お人形売れないと。お人形、私もなんか売る？なんか、わら人形とか。待って！どうしよう、私、誕生日配信。そう。ヒールは踏みつけてたら魅力。確かに！ヒールで蹴られたら確かに痛い。それは攻撃になるね。
そうだわ、それ考えてなかった。戦国武将とかも無駄な飾りを兜につけるし、プリキュアの派手もそういうことかし、ああ、確かに。戦国武将もね、つけてるね。いらないもの。いらないのかな？でも、本当に強くない。あ、でも、頭とかいらないもんね。角とかね。確かに。中先生、こんばんは、こんばんはです。そう、バンダイといえばガンプラでしょ。ガンプラもね、熱いね、ガンプラ。ガンプラね、多分ね、私なくしちゃうな、部品とか。わら人形、そう。メルカリでわら人形を買う、早川先生。買ってみる？わら人形、一回、そういう話もあるかも。わら人形を一回買ってみて、その上わら人形使ってみたわら、みたいな、配信してみる？わら人形配信で。わら人形売るなよ。私が作ったわら人形、誰か買ってくれるかな？売ったら。そう、わら人形配信。誕生日前が特撮の話。本当よ、オカルト配信どこ行ったのって、本当に。自作してよ。しようかな、本当に考えてる、今。わら人形作る配信しようかなって。それを、目いっぱい可愛がるの。そう。あえて逆のことをすることによって、世界が平和になるんじゃないかと思って。可愛がってみたい、わら人形。自分、その、ね、自分も幸せになれる気がする。わら人形を大事に、あえて使ったら。着せ替え人形みたいな感じで。そう、絶対、地獄行かない気がするな、そんなことしたら。誰だろう。使ったらまずいでしょ。まずいね、使ったらね。後ろに飾ろう。飾ろっか。ね。よちよちしよっか、我人形。特撮ってドラマに卒業生が出てます。そうなんですか？ああ、誰を我人形にするのかな？ニコニコ。私ね、でもね、マジな話するとね、嫌いな人がいないんです。だから、我人形をね、する人がいないかな、そう。ね、小学校、中学校まではいたんですけどね、嫌いな人って、苦手な子とか嫌いな子。そのうち苦手な子しかいなくなって、そのうち別に苦手な子も嫌いな子もそんないないみたいになりましたね。そういうもんだよね、みんなね。そう、ある意味興味がなくなっちゃったんだろうね。そう。誕生日はサンちゃんとコラボをして、配信すれば、いいかも。いや、でも誕生日コラボ配信ってちょっとどうなの？なんか、お前がやれよって感じじゃない？ どう？なんか、頼っちゃう感じがしない？わしも好きなの？好きよ？みんな好きよ、好きぴよ。そう、闇を感じる。存在消したのか。いや、そういうわけじゃないと思うんですけど、相性合わないなって方がいらっしゃったら、もうなんか自動的に関わらないようにするみたいな。もうシャットアウトして、なるべく関わらないようにして、お互いね、嫌な思いをしないっていう、方法を生み出しちゃったんで。そう。でも、あれは分かりました。佐藤かほ先輩がね、嫌いな人がいたら、あえてその人にガンガン話しかけて、疲れるまで話しかけるみたいなことをおっしゃってたんですよ。で、それを聞いて、あ、めっちゃ分かるって、それは思いました。で、あった、私も。すごいなんか嫌われてるかもしんないなって時は、あえてね、めっちゃニコニコして挨拶して、そうするとだんだん相手もそんなに嫌悪しなくなってくるみたいな。そう、それはね、確かになと思いましたけど。一人寂しく配信してたら虚しさだけが流れない。でもね、あれですよ、私コラボ配信したらコメント読めなくなるけど大丈夫かな。そう、コメントはコラボ配信の時に読んじゃうとカオスになるからね、読まないの。そう。でもね、誕生日おめでとうって言われてる人を無視するってことはちょっとね、私にはできないから、優しいガラちゃんやからできないから、そんなこと。ただ単に嬉しすぎて無視できないだけだと思うんだけど。そう、だからね、さすがです、先輩さすがですって感じ。そう。そう、どうしようかな、誕生日だし。どうしようかな、嫌いな人は順番に、壁に埋められてしまった。雨が降ると、じっとりと人の形が浮き上がる。やだ、怖いわ。壁に、やだ、それ怖いわ。でも壁に埋める人本当にいらっしゃるからね、犯人とかでね。二人で、順番に藁人形に刺す配信。ダメダメだね。絶対かのんちゃんに OK 出ない、そんな。ああ、そっか、私一週間後に二十歳なんだ。改めて実感した、また。そっか、周りはシャットアウト。AT フィールド。AT フィールド全開！さすがです。二人で順番に藁人形、あれ読んだか。
とりあえず、パピーバグランさんに、部屋中、なんとかろう、パピーバグラさんってなんだろう。コロナのせいでメンバー読めないのは痛いね。そうね。え、一人じゃないの？みんな、配信って。わかんない。私、去年一人だったな。今年どうしようかな。100%バンされるわ。確かに。100%バンされるね。かなちゃんの部屋だとね。そう。どうしようかな。めっちゃどうしよう。一人なんかな。今年も。てか、今年家族が家にいないから、もっと虚しい。どうして過ごしてやろうか。私は誕生日。一人で過ごしてやろうか。過ごす人いないもん。え、過ごしてくれる人いる？来てくんないしな、幼なじみな、埼玉にいて。やばいね。ちょっとこれはやばいですね。わいらがいるんやで。ありがとう。そうしよっか、もう、ここにいるぞ。一人一人、俺も一人、やったね、お揃いだね。二人揃えば一人じゃないね。現実に戻る、早川先生。やばいよ、現実一瞬見ちゃってどうしよう。マジで悩む、何しよう、誕生日。配信して、でも配信ずっとつなげるわけにいかないの。時間制限があるの、配信って。私たち研究生。だから、配信して、夜配信するか、夜かな、昼かな、どっちか配信。昼配信したら夜悲しいな。昼、なんとか、12時までね、過ごして、思いっきりね、誕生日の日は12時まで寝て、で、その後、ケーキを買いに行って、近くになるかな、ケーキ屋さん。ないな。でも買いに行こう。絶対ケーキは、コンビニのケーキじゃなくて、リアルケーキがいい。そう、リアルケーキ買いに行って、配信のためのケーキか、でもそれ。はい、買いに、夜がいいですよね。夜でね、わかった、夜にしよう。買いに行って、で、そうすると多分14時とかじゃない？ご飯食べて。早川ちゃん研究生だったのか。そうだね、研究生が、やるようななんかルームの内容じゃないけど、いつも研究生でした。寝逃げってやつだね。寝て過ごす。で、やばい。やばいやばい。で、どうしよう。牛丼屋行きたくないよ、誕生日に。で、美味しいものを、外食しちゃダメなのか。テイクアウトして、しょうがないから、ラーメンのレギューで食べても、ラーメン食べ行って、配信の準備して、お酒を買いに行って、牛丼美味しい、今日食べました、チー牛。お酒を買いに行って、で、泣いちゃう。やることないよ、誕生日。助けて。ケーキ送ろうか。食べ物送れない。年で送って、年で。いっそお料理配信とか、お料理配信とかするね。もう、やけ酒飲んで、お料理配信しますか。誕生日いっぱいだから、やけ酒。もう、最悪だぜ。飲酒配信ダメです。そう、飲酒配信ダメなの。料理酒でも何でも飲んじゃいけないのかな。わかんない。その写真はさすがに受けてないけど。なんかダメってイメージはある。酒飲んじゃう、配信で。ダメだね、多分ね。きっと私、ブツブツって出ちゃうから、すぐね、バレちゃいます。ドミノピザ頼んでおくね。ありがとう。私の住所言っとくから、そこにお薬つけといて。100枚でも食べてやるわ。10期のみんな、10期のみんなでも会っちゃいけないし、個人的にはカナンちゃんぐらいしかいないし、無理ですね。そう、やっぱりカナンちゃんとわら人形差し配信しか。ガチでわら人形を作りますか？誕生日に。わら人形と誕生日はで、ハッピーバースデーというでわら人形座らして、隣にね。すごいサイコパスな配信になるね。で、昼間はわら人形作る配信で、夜わら人形と一緒にケーキ囲んで食べる配信。いいんじゃない？赤さん、ウルトラマンセブンのウルトラ、警備隊の制服似合うから一度着てください。着たいですね。うわ、めちゃめちゃ着たいですね、もうそれは。顔が赤くなったらダメだね。ダメだね。それは。申請して2回とか配信できないの？できますよ。ただ時間限られてます。1日何時間っていうのはね。そう。1回白装 なんて読むんだっけ？白装で配信して。ダメだね。あれでね。
白い着物でしょ、ダメですよ。ダメだよ、最高すぎてやべえ。悪人魚バンされないかな？バンはされないと思う。何も悪いことじゃないからね。みんなこっそり、あ、ここにコメントしてくれるよ。知らんけど。知らんけど。そうね、どうしよっか。あー、実家帰ろっかな、それか。実家、帰って何するんだろう。なんか恥ずかしいの、でも誕生日だからって実家帰るの。恥ずかしすぎる。誕生日配信時間教えてね。あ、多分ね、21時にします。どうだろう。21時って一番いい時間だなって私思ってるんですけど、配信するにあたって。だって、20時だとご飯食べてるし、でも21時って寝てる人いないから。こんばんは、こんばんはです。そう、20歳の誕生日にカオスな世界が待っているのか。いや、マジでわら人形を作るかもしれないうち。ごめん、みんな。わら人形作り配信していい？ 帰ってきなよ。恥ずかしいじゃん、なんか。恥ずかしくなっちゃわない？実家に誕生日。早川先生、祝って、親御さん。お、やだー。わら人形と迎えましょう。誕生日にラブさんに会いたい。会いたいな、ラブさんに。誕生日に。21時にね。21時にします、多分。21時です！今のうち報告しておきます。9月19日21時から、多分、わら人形で、誕生日祝う配信です。ぜひ見てください。前回ね、コスプレをめっちゃやるって配信だったけど、生着替えかな？後で知ったんだけど、生着替えっていうの。生着替え配信をして。今回はどうしよっか。パソコンでやるから、音楽が流れないわけですよ。ね？ どうしよっか。誕生日にワイニング配信は、なんとか。はーい。ありがとうございます。楽しみ。いや、嬉しいな。それか、もうちょっと前がいい？ 19 時とかがいい？いいよ。全然言ってくれて。19時か21時。19時の方がいい？ 19 時がいいんかな、みんな。わかんないね。アンケート取った方がいいね。これ、さすがに。ちょっと、何曜日？日曜日？あ、しかも、あ、敬老の日が次の日にあるのね。すごい、絶対みんな休みだよね。休みじゃない？ 休みでしょ、みんな。わら人形確定か。いや、ちょっとどうしよう。準備できたらわら人形にしようかな。20歳だけで20、20歳だけに20時？あり、あり。日曜だからね、来るよね？来るよね？来てくれるよね、みんなね。ね、来るよね？来るよね？もう、誰も来なかったらその後焼き酒するよ。あれ？ 19？ あ、そうなのね。19歳になったからいいんだよね。誕生日はなんでね。21がいいですね。いいの？え、待って。ちょっと、念のためアンケート取っとこうかな。アンケート取っちゃいますね、今ね。19時がいい人。19時がいい人は1番。で、21時がいい人は？21時がいい人は、2番。ちょっと待って。これが。よいしょ。念のため。はい。休みにしました！嬉しい！私のため？もしかして、そんなことない？ありがとうございます。はい。1番19時、2番21時。イエーイ！ 2 年になったので、20時から配信します。でもいいのよ。確かに20時がいいかもしれん。二十歳だから。19か、21か。20時にする？それか。来れたら来る。やだ。誕生日は来てほしい。やだよ。そこはわがまま言う。絶対会いたい。誕生日に会いたいの。普段わがまま言わないけど、今回だけはわがまま言う。誕生日は会いたい、みんなに。だって他に会ってくれる人いないから。そう。ありがとうございます。結果はですね、明らかに2番ですね。20時でいいかもね。ちょっと20時にしようか。ごめん。21時って言ったけど、20時にしようかな、私。そう、早川先生が。だって他に会う人いないんだもん。ね、会いたくなるでしょ、そりゃ、みんなに。ねえ、みんなリアルでもいないし、ネットでもいないって、ちょっとさ、本当に、マジでうちの二十歳の誕生日、悲しくなっちゃうから、来て、お願い。9月19日だけでいいから、もう、それまで、もう、ガンガン休んでいいから、お願い。
お願い。明日の朝、さんちゃんにコメントに、とりあえず来てもらうようにコメントで、ちょっと恥ずかしいな。いや、でも、いや、来てくれたら嬉しいけどな、かのんちゃんが。でもちょっと最後までかのんちゃんは偉い子だから見るから、最後の最後でいいよ。そう、ローリング早く回ってる。回りました。はい、すいません。ちょっと取り乱しすぎたね。 取り乱して、ごめんね。取り乱した、ちょっと。いやー、誕生日は20時。20歳とかけて20時から配信したいと思いますね。はい。9月19日、五十嵐さやか20歳の誕生日、20時から応援じゃないわ。祝わせていただきます。よろしくお願いします。はい。さんちゃんに言っておかなきゃ。恥ずかしいな、でも。でも確かに自分から言えないんだよね。わがまま女に絡まれたみたいな。いや、ごめんなさいね、わがままな女で。今日、いや、誕生日だけはわがまま言わせてよね。了解です。ありがとうございます。こんばんは、こんばんはです。みーちゃんにも行けたとこね。みーちゃんにも、かのちゃんに来てくれないと、ねだる。ね、いや、そんな、ダメだよ。かのちゃんは、おとなしく、させてあげといて。そうそう。かのちゃんがワニ人形作り見て、なんとかにするのに、100ペリカかけて。100ペリカ、安いな、100ペリカって1円で、確か。そう、I'm joining your SK mail now. Oh, thank you so much! Thank you! あ、やばいね。そう。あ、危ない、危ない。そう。じゃあ、もうそろそろ終わりにするから、いっか。そう。スナックのママ、早川先生。スナックのママじゃないもん。10期メンバーにはコメントに参加してくれたらね、みれちゃん、あ、アナンちゃん以外。いや、でも、いや、あれないよ、私。みんなの誕生日さ、私ね、結構前回のブログでも書いたんだけどね、私、送らない派なのよ、誕生日おめでとうって。自分にも負担、かけちゃうと思って、負担を。一言送ればいいだけじゃない。でも、あえてね、送らないの、私、いつも。送ると、誕生日なのにね、仕事増えるじゃん。ああ、もう、ありがとうって、うつした、仕事が増えるじゃない。で、しかも、私の誕生日を言わせることになるから、ネガティブ女だから、あえて送らないっていうね、いつもね、ことをしてるの。だからちょっとね、それはね、申し訳なさすぎる。20時は無理。なんで ?21 時だったらいけるの?なんで ?21 時じゃあ、なんで21時無理なの?なんでよー。考えすぎなのかな?裏を読まないか先生。そう、裏の裏は表じゃないんですよ、皆さん。覚えておいてください。はい、裏の裏はメンヘラです。はい、カトエちゃんを呼んだら、カトエちゃんをね、元同期の子ね。そうね、遠いからさ、ダメだし、剣も大変。そう、考えすぎ。そう。多い方が嬉しいんや。そうなの?なんか仕事増えるじゃない?そう。誕生日にさ、LINE さ、いじりたくなくない?私、誕生日はあんまり携帯いじりたくない派なの。自然を感じたいの。音楽も聴かなければ、もうこの世界を感じるの。私は誕生日に。22時までやればいいんじゃない?もう一回ちょっとマネージャーさんに確認しときますね。何時間までやればいいか。そう。多分、そう、そんぐらいやる、あ、でも2時間やりすぎなのかな?そう。さるかさん来たら嬉しい。いや、それは、それは嬉しいけど、ちょっとそれはダメだよ。ビッグすぎるよ。そんな、そう、わら人形間違って刺しちゃうから、作ってる最中。誰もいない部屋じゃないですか?誰もいない部屋だけど、私は、散歩ぐらいに行こうかな? そう。自然派早か、自然派、スピリチュアル、そう。誕生日壮大だな、そう。壮大に、誰も祝ってくれないから、世界に祝わせるっていう。20時でいいよ、本当に ?20 時から21時とか22時までちょっと考えとくけど。ケーキ作る配信ベタすぎ?結構私ケーキ作ったりするんですよ。お父さんのためにケーキ作ったり。買うのがね、ケーキ屋さんこの辺ないと思うから、自己祭り。ケーキとわら人形を作るっていう配信はどう?早川ワールド全開ですな。そう、全開フィールド。多分日本またぎで切るんじゃない?日本またぎ?日本を横断するってこと?さあ、この先輩呼ぶべき。ダメだよ、そんなのは。豪華すぎるよ。何もできなくなっちゃう。見てみたいです。それ見たい。本当に?前作ってたの見たわ、見た?そう、ケーキね、作ったりたまにするのよ。見たいか。じゃあ、ケーキでも作るか?クリスマスケーキを作ったのよ、前回は。そうそう。あのケーキ来る?ちょっとね、
でも、だるだるしないように気をつけるけど。うん。ケーキ、なんかもっと虚しくない？自分で作ったケーキを一人で食うっていいな。でもフォークで食べてみたいのが夢だから、私、フォークで食べたことないから、ホールケーキを自分で一人で作って、それをフォークで食べる。わら人形と一緒に食べようかな。クリスマスケーキだから？だったか？そう、クリスマスケーキだったね。早川ワールド満開ですから。満開って言い方綺麗でいいね。そう。自分のためにケーキを作って自分で祝うのか。何？文句ありますか？ やだー。嫌じゃないよ。じゃあ、クリスマスは、ね。クリスマス、今回は、メイド服を着て、メイド服着る必要ある？でも何着ればいいかわかんないよね。セーターティー着る？セーターティー。地味すぎ？メイド服とセーターティーどっちがいいかな？メイド服ね、自分でなんかチクチク縫ってたの。そういえば。うん。箸で食べるの？いや、フォーク、がっつり刺す。クリスマスじゃない。ごめん、目から汗が、雨でも降ってんのかな？ね。おかしいな。じゃあ、その目元の、水は何だろうね。メイド服がいい。もう、チャイナ多すぎない？うん。あれ？クリスマスってもしかしてメイド服でやった？違うよね。クリスマスコスプレだったよね、その時は。メイドでないじゃ、メイド服で、裸にエプロン。素直でよろしいことで。うん、裸にエプロンね、ダメだよ。そう、スカート姿見てみたい。わかりました。じゃあ、メイド服で、なぜか、ケーキを作って、あと、わら人形も作ろうかな、時間あったら。わら人形作って、それで終わっちゃうかもしんない、わら人形だけで。貝殻水着、しじみ水着。履いてください。とりあえず。でも暑いじゃん。暑いけどエアコンつけたくないじゃん。そう。いや、ピンクのウィッグにサンタコスだってダメだよね。そう。だから、次はメイド服にしよっかな。誕生日。セーターティーを他のメンバーは着てる人が多いけど、そうね。セーターティーで着た方がいいよ。どうしようかな。どうしようかな。マジでわら人形作ろうかな。前半にわら人形を作って、で、後半にメイド服、わら人形を作ってるときはセーターティーで、で、ケーキを作るときはメイド服。アンコールでセーターティー。アンコールでセーターティーね。確かにアンコールあんの？ そう、わら用意できるの。おいおい、なんとかできるんじゃないですか？なんか、あれだよね。お正月のリースとか作るときのやつとか使えそうだよね。チブサモチーフなら似合うかも。そう、顔すぎ。ちょっと待って、じゃあ、もうアンケート取るわ、私。紅白が2本立て、ちょっとね、長すぎるかもしれない。3時間とかかかっちゃうかもしれない。確かに3時間ダメなんよ。そう。じゃあ、ちょっと待って。1番、わら人形作る配信。2番、ケーキ作る配信。ね、2番めっちゃアイドルって感じだけど、1番は早かだよね。どっちがいいんだろうね、みんな。1番我人形作る配信。後で我に帰って後悔しないでね。それなぁ。どっちみち後悔するんですよ、多分メイド服着ても恥ずかしいから。うん。1番我人形作る配信。2番ケーキを作る配信。悩むな。ちょっと悩んで、ちょっと今のうち悩んどいて。メルカリ我検索。あ 検索するわ、後で。もう7日前だからさ、急がないと。そう。早か。そう。これは難問。どうしますか？皆さん。1番、どっちだっけ？ 1 番、わら人形を作る配信。2番、ケーキ作る配信。わら人形、見たいな。ケーキを作る。ケーキ、わら人形、ケーキを作るわら人形が見たいってこと？私は見たくないの？ね。早か伝説になる。わら人形、セーターティー、ケーキ、メイド服で。OK。そう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 。そうよ。そう。じゃあ、行きます。行きますよ。新しい扉開いちゃうかも。私が初めて奪う感じですね。あなたのわら人形配信初めてを。いきます。いきますよ。おーい。あらん。あ、削除ってやっちゃった。さあ、テロップ削除しちゃった。ま、待って、ね。よーい。どん。わら人形作ろっかな。わら人形でケーキを作る配信。
カオス、カオス。ああ、なんか、どっちもいい感じで来てるかも。ああ、でも2番の方が多いかな。ああ、でも1番も多いね。ああ、1番来たね。どうしようかな。なんかすごい止まってる？むずいね。何が始まったの？投票です。誕生日に何配信をするかの投票です。1番、わら人形を作る配信。2番、ケーキを作る配信です。あ、もう止まったね。あ、まだいる？まだいらっしゃる？じゃあ、いきますよ。5、4、3、2、1、ペーン！よいしょ。うわ、50-50？ ギリギリ。すごい僅差ね。おい、ギリギリわら人形です。54%の方、わら人形。45%の方、ケーキ配信。あーはあ。わら人形のわらが、ほんと、笑点のわらになりますね。おめでとうございます。ということでですね、私の誕生日配信は、一人で、生誕 T を着て、わら人形をみんなの前で作る配信になります。ぜひ、よろしくお願いします。20時からです。よろしくお願いします。はい。5歳を、もうほんと5歳を。わら人形買っちゃったね。わら人形作ろっか。ね、ちょっと、すごい急いで、じゃあ支度しないとだね。わらを買わないといけないのよ。どっか、何？岐阜とか行けばわらある？ そんなことない？埼玉行けばわらある？どこだろう？どこにわらがあるんだろう？わかんないな。伝説を作ります。かのんちゃんにも見せらんないね。かのんちゃんには、だからちょっと言わないでって、こういう感じだから、そう。言わないでいいよって感じですね。タンプレに入ってたらどうしよう。わら人形ね、怖いね。審査落ちちゃうんじゃない？タンプレに入ってたら。そう。誕生日にわら人形を作るとかいうパワーワード。大丈夫かな？東急ハンズで探してみるか。いや、でも怖いな。わら人形作ったらなんか怖くなっちゃうそうだな。めっちゃ可愛がろう、わら人形。納豆かな？そう。納豆！そういう入手法。メイド服は着てほしいです。メイド服もね、またもちろん別の機会に来ます。持ってるんで。そう、もう、じゃあ次、フォロワーさん4300人いったら、メイド服着ようかな。そう。わらウーバーで配達してもらって、わらウーバーで配達してもらえるのかな？ちょっとメルカリでさ、調べてみよう、みんな。わら人形があるかどうか。メルカリの出番だ。こういう時に限りね、かぼちゃとかもね、メルカリで探したいよ、私。わら。わらって検索。わら人形って出てくるね。ああ、売ってる方いらっしゃるじゃない、わら。2800円。1000円。1400円。2900円。わらと一緒に、なぜか釘も出てくるんだけど、わら人形、わら人形調べてるわけじゃないのに。釘も出てくるなぁ。なんで釘も出てくるんだろう。なぜ当たり前のようにメイド服があるんだろう。メイド服だよ。私が普通に欲しくてね。しかも自分で縫ったの、ちくわぶ予定だったんだよ、それ。今、フォロワー数4311人。あら、ありがとうございます、そんな。ね、嬉しいわ。ぜひぜひ、フォローよろしくお願いします。気が向いたらで大丈夫です。別に、無理してとは言いません。こんな配信ばっかりしてるんでね。なんか、君は悪がる人もね、たくさんいると思うので。そう、無理に、フォローしてとは言わないよ、さすがに。確かにセットだね。なんかね、売ってるよね、釘もね。ちょっと、わら、1350円いいな。いいな、わらって。令和2年に借りました。大切に乾燥しました。80サイズの段ボールいっぱいに追い詰めします。80サイズってどんぐらいだろうな。1週間以内に来るかな？どうしよう。わら、ネットの方がいいのかな？アマゾンとかの方がいいのかな？それとも。結構高いね。結構ね、するね。1000円とかも書いてあるけど、わら。敷きわら、1000円。段ボールに入るだけ入れました。230グラム、今日。虫とかいたらどうしようね。これ、わら人形どうやって作るんだろう。大丈夫かな？緊張してきたな。多すぎだろ。多すぎるかな。アマゾンにわらある。わ、アマゾンにわらある。ちょっとみんなで手分けして探そう。わらあるか。アマゾン、わら。一回わら人形を解体して、もう一回自分で作るとか。だからね、使用済みはやめとこう。使用済みのわらって何ですかね。一回消化された後のわらみたいな。牛さんの胃袋通った後のわらみたいな。
そう。ストローで作る。あ、待って、わらない？ 500g 901円プラス850円送料であるよ。どんぐらいやろ、500g って。そう。無能なんとかなんか欲しい。1.5キロ2100円。1.5キロもいらないな。あるんだ。本当に。あるね。コスチュームじゃない。500、長柄。中古は買わん。楽天だったら、楽天で調べてみます。ありがとうございます。そうなんだ。わら人形作成キットみたいな。作成キットは？アマゾン、わら人形、作成キット。ないね、作成は。みんな買っちゃうみたいだね。業者かな？ すごいね。いやー、斬新な二十歳の誕生日になりそうだぜ。ね。わら人形と二人で私の誕生日祝おうね。配信終わったら一人で飲みます。そういうことにしましょう。はい。もう、いいよ。それでいいんだ、私は。抱き枕サイズになるかな。こんぐらいになっちゃうね。でっかい。本当に椅子の上に置けちゃうね。怖いね、それね。どんな業者や。そう、Google だと見つかるわら人形作成機と嘘。いや、ちょっと真剣に。ありますか？わら人形作成キット。ないな。私のところには表示されないな。だね。みんな買っちゃうっていうか、基本的に買わない。買わないのかな、みんな。やさぐれてんな。コメリに安いの売ってたぞ。あ、本当に？え、じゃあ行ってみよう。ホームセンター行こうかな、私。ホームセンターちょっと一回行ってみて、境かどっかのね。んで、わら見てみて、無理だったら、いや、あれは、人気ありすぎ。そう、後ろに何か、何、何、怖い、怖い、やめて。あ、ビビったー。待って、このさ、鏡に映ってるじゃん、なんか端っこ。え、何これって思ったの？これ、ちょっと待ってね。これ、この鏡のさ、端っこにさ、黒いの映ってない？え、これ何？って今一瞬思ってさ、頭って思ったら多分時計でした、位置的に。ビビったー。栄のホームセンター、そう、栄のホームセンター行ってみる。ちょっとムーのロフト見たいし、電話してから行ってね。あ、確かに、わら売ってますか？って。みんなでわら人形作るの？ いいよ、わら人形作るのは私一人で。犠牲は一人でいいんだ。黒いの何？あー、びっくりした。頭じゃなくて時計でした。あ、Thank you so much for the... あ、待って、ごめんね。なんかギフトいっぱいもらってて。あら、ごめん。ギフトない、ないと思ってたんだけど、あったね。ごめんね。ごめん。ご、わー、申し訳ないです。すいません。ありがとうございます。Thank you so much for the 100 hearts。ありがとうございます。青いロボットの方から100ハートいただきました。ありがとう。萌え萌え、キュルルン、ありがとう。ごめんね。そうだね。ごめんね。そっか。ごめんね。あ、ごめんね。アヒルの方からかっこいいいただきました。ありがとう。500？ あ、500個じゃない。10個いただきました。かっこいい。10個かける10個。ありがとうございます。ありがとう。かっこいい、かっこいい。ありがとうございます。かっこいいよね。10個いただきました。ありがとう。ありがとう。ごめんね。ギフト読みタイムになっちゃうね。どんぐりの方からもね、尊い2ついただきました。ありがとうございます。尊い、ありがとう。君の方が尊いよ。ありがとうございます。はい。あと、ジャンピングワンちゃんさんから、かわいいいただきました。ありがとうございます。かわいい。ありがとう。ピエン。すっぴんだけど、よろしくね。ありがとうございます。はい。あと、カレーライスの方からもね、かわいいいただきました。ありがとうございます。わら人形、かわいいね。ね。かわいい女の子がかわいいわら人形を作る配信見てください。かわいい。ありがとう。はい。ありがとうございます。あと、ユーサピョンさんからもね、かわいいいただきました。ありがとうございます。かわいい。ありがとう。わら人形、かわいい。ありがとうございます。ありがとう。あと、おじさんのアバターの方からありがとう。10個いただいてました。すいません。ありがとう。10個ってすごいことよね。ありがとう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 。の嵐。ありがとうございます。本当。Thank you so much. ありがとう。ありがとうございます。本当に。ありがとう。10個。あと、どんぐりの方から栗いただいてました。栗、2ついただいてましたね。ありがとうございます。イルミナティー、ありがとう。ありがとう。ありがとうございます。栗、2ついただきました。あと、クロワッサの方からね、尊い2ついただいてました。ありがとうございます。君の方が尊いよ。ありがとう。ありがとうございます。尊い、ありがとう。あと、キングの方から可愛い2ついただいてました。ありがとうございます。熱い、待って。すごい熱くなってきた。ありがとうございます。すごいね。汗かくのね。ギフトいただいてる時に、え、本当、私に大丈夫みたいな汗かいちゃうの。ありがとうございます。可愛い2つ、ありがとう。ありがとう、好き。ありがとう。あと、おじさんのアバターの方からね、尊い。
8個いただいてました。すごいね、尊い8個も。ありがとうございます。なんか、すごい、汗がすごいですね。そんな、いただいていいのみたいな。わら人形これから作る女ですけど、いいんですか、そんなに、女に尊いなんて送っちゃって、みたいな。ありがとうございます、本当に。尊い8個。ありがとうございます。キングの方から、あと、マロンいただいて、あ、栗を4ついただいてました。ありがとうございます。イルミナティーかける4。ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。あと、カレーライスの方から、かわいい1個いただいてました。ありがとうございます。かわいい。ありがとう。ありがとうございます。あと、どんぐりの方からいいねいただいてました。ありがとうございます。いいね。ありがとう。ありがとうございます。ユシュピョンさんからもね、かわいいいただいてました。ありがとうございます。かわいい。ありがとう。ありがとうございます。あと、たこ焼きの方からタコいただいてました。ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。ありがとう、タコさん。あと、ユシュピョンさんからかわいいいただきました。ありがとうございます。かわいい。ありがとう。ありがとうね。ありがとうございます。すいません。ということで、はい、すいません。ギフト読み終わりました。ごめんね。申し訳ない。あ、ペンペンさんからアイス好きいただいてました。暑いからだね。ありがとうございます。ちょっと、あ、マジでこの後アイス食べるわ。ちょっと汗かいちゃった。ありがとうございます。あのね、汗かくとね、あの、ズボンなしで椅子に座ってるデメリットって、汗かいた時にね、水がね、つくのよ。水滴がすごい汗がね、椅子の上につくのがデメリットでね、素足で座ってる時のね。あと、ウルちゃんさんからね、ハート100いただきました。ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。ハート100、もえもえ、キルデン。ありがとうございます。はい、わら人形一つくらい返そう。わら人形ね、返しちゃうかもしれない。あ、あと、カレーライスの方から役いただきました。ありがとうございます。役ね。ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。ポーションいただきました。あと、クルワッサンの方からもね、アイスいただきました。ありがとうございます。ありがとう。ちょっと、冷ますわ。そう、熱を冷ますわ。ちょっと、ありがとうございます。うん、食べたわ。ありがとう。ありがとうございます。安心できない。タオルし、これね、タオル敷いた方がいいんじゃないかなって感じ。あの、ね、でもね、布の椅子とかだと全部汗が染みてるんじゃ、染みてるって考えると怖いよね。タオル敷こう。ムレル先生、そうね。そう、あの、水滴がね、つくね、すごい。そう、汗かきで椅子が濡れる。そう、椅子がね、めっちゃね、汗、すごいね、最近代謝が良くて、この辺とか、あの、手とかもね、すごいね、汗かくね。そう。そう、ということで、そろそろやばいね。やばい。配信を終わりにしたいと思います。ということで、私の誕生日配信は、よいしょ、ちょっとずれよ。よし、私の誕生日配信は、わらで福祉か。私の誕生日配信9月19日にね、20時から、私20歳の記念として、わら人形を作る配信をさせていただきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。はい。ぜひぜひ見てください。あのね、もしよければね、気が向いたらフォローしておいてくれればね、通知が行くと思うんで、配信始めたらね、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。あ、やったね。Thank you so much. Thank you to, I'm gonna stream on, September 19th. It's my birthday. And I'm gonna stream from 8 PM in Japanese time. 8 PM. Yeah. And I will make a water 人形。What's water 人形? Cursed doll. I'm gonna make cursed doll on my birthday. Yes. So if you have time, please, well, thank you so much. I can't wait for your birthday stream. Thank you so much. And sorry for, the weird stream. I'm, yeah, I will make weird doll. Please forgive me. Yeah, I'll be waiting for you. Thank you so much. So, ありがとうね。かわいいケーキ配信待ってます。ケーキもね、買うよ、もちろん。そう。ケーキはね、かわいいケーキ買わないとな。買うわ。頑張って。コンビニなんじゃないやつね。コンビニのでも味が出るからいいか?そう。なんならコンビニの?コンビニの二つ入りのケーキでも置いときますか?我人形に。本当に悲しい配信になっちゃうね。そうするとね。でもね。そう。ちょっと、しれっとケーキ作りになる可能性。なんでしれっと、あれ?なんかマネージャーさんにダメですって言われる可能性があるとか?あ、聞いとかないとね、マネージャーさんにね。あの、わら人形作っていいですかって配信で。念のため聞いときますね。うん、バンされたら、もう、最悪な誕生日だから、それこそ誕生日にわら人形作ってバンされて、うん、わら人形ケーキだ。うん、それはやばいね。わら人形ケーキにわら人形入れて食べる?マジで聞いとね。聞いとく。マネージャー、さすが。てんてんてん。マネージャーさんびっくりだね。そう、ブードゥとか。そう、ブードゥドー。うん。マネージャーさん。は?聞いとくわ、ちゃんと。聞いたら、却下やる。嘘!ダメそう!ダメ?ダメだったらケーキ作る配信する。ちょっと後で聞いてみるね。そう、あ、ちょ、
終わりにしないと。そうそうそう。ということでですね、配信終わりにしたいと思います。多分 NG 出され、絶対出されないと思う。だって、え、出されるのかな、マネージャーに聞かないとあかんね。さすがにバンされたくないからな、誕生日に。ダメだろ、ダメかな。ちょっと聞いてみる、本当に。そう。あ、ということでね、ランキング発表していきたいと思います。はい。13位の方、サイコパスなうさちゃんの方です。ありがとうございます。ありがとう。イメージは良くないんだよね。打つんじゃないの。わら人形ね、可愛がるっていう、配信をしてよ。これから飾ってさ、お飾りしてさ、聞かせてさ、いろんなもの。12位の方、無意識の色のコスチュームの方です。ありがとうございます。Thank you so much. ありがとう。11位の方、キングの方です。ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。10位の方、アイスクリームを食べてる方です。ありがとうございます。ありがとう。9位の方、どんぐりの方です。ありがとうございます。ありがとう。ありがとう。ありがとう。8位の方、ペンペンさんです。ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。7位の方、バイクに乗ってる方です。ありがとうございます。ありがとう。着せ替えわら人形。そうそうそう。ありがとうございます。はい。8位の方、違うな。6位の方、スパイキーな方です。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。ありがとう。そう、7位の方、黄色い鳥の方です。ありがとうございます。ありがとう。ありがとう。ありがとう。そして6位、4位の方は、4位の方は、ゆせぴょんさんです。ありがとうございます。ありがとう。ありがとう。そして3位の方は、しょんしょんさんです。Thank you so much, しょんしょん。ありがとう。Thank you so much. あ、ちょっとメガネが。ありがとうございます。Thank you so much. ありがとう。そして2位の方は、うるちゃんさんです。ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。はい。ありがとう。で、1位の方は、おじさんのアバターの方です。ありがとうございます。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ちょっと、やばい。大きい声出しすぎたかな。はい。ありがとうございます。ってことで、リカちゃん、わら人形ってこと。そう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 。わら人形ね。愛したら、どういうことがこれから起こるかって実験をしていきたいと思います。これからね、ぜひよろしくお願いします。はい。ってことでね、配信を終わりにしたいと思います。早川さんが人形作りたいって。もうそれ大丈夫ねって思われそう。確かにね、ちょっと念のためでもね、壁ドン来ます。いや、来ない来ない。女子大生だから、そんな、そういうことは多分ね、してこないんだけど、申し訳ないなと思って聞こえてたらね。あ、ペンペンさんから可愛いいただきました。ありがとうございます。ありがとう。可愛い、ありがとう。そう、ありがとうございます。ってことでね、今日もカオスの配信でしたね。ね、誕生日配信。楽しみにしててね。I'm waiting mobile mail. イルミナティ。Oh, yeah, yeah, yeah. mobile mail. Oh, sorry. I'm not saying. Yeah. Sorry, sorry. Thank you so much for reminding me. そう、ということで終わりにしたいなと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。Thank you so much for coming. ありがとう。じゃあね、また次の配信でもね、来てくださいね。バイバイ、またね。動き出したりして、絶対。そんなことないと思うけどな。愛を込めたら、そんな呪いの人形は作られないよ。そう。ありがとう。じゃあね。またね。バイバイ。あ、バイバイ。またね。あ、ちょっと待ってね。コメントが見えないな。みんなのコメントを見ながらね、私はね、配信を切るのが好きなの。こう、バイバイってギリギリまで言い合って、別れるみたいな感じの。バイバイ、またね。またね。バイバイ。お疲れ様、お疲れ様です。グッナイ、グッナイ。Thank you so much. 我人形配信楽しみにしてありがとうございます。ちょっと、無理だったらケーキ配信になっちゃうけどね。ありがとうございました。バイバイ。おやすみなさい。お疲れ様。そう、誕生日が日曜日でよかったね。本当によかった。来れる人いっぱいいるといいな。そう。She dream, she dream too. Thank you. Good night. Bye bye. ありがとう。バイチャラオー。バイバイ。お疲れ様でした。バイバイ。バイバイ。ありがとう。おやすみ。バイバイ。